おやめる。時間 2,3 時間あって、まあ、2,3 時間ってもそんなできないと思うんで攻めていきたいと思います。これモンベルの手袋なんですけど1,200〜1,300円ぐらいでした。これ結構いいですよ。はい、現地着いたんですけど水量結構多いのかな。多分ここ水多いですね。やっぱりなんか出そうな気はするけどちょっと行ってきます。やっぱねここ流れきついんだよ。本当流れ速いからさ、魚のパワーもねそれに流れに乗って結構グイグイ来るんだよ。これでかけたら面白いでしょ。水きれいすぎなんだよ本当に。透明度が高いかなり。これ見切られるのも早いよ。本流ってさ、どこ狙っていいか分かんないよね、ほんとね。意地悪ですね、ここの川は本当に。意地悪だ。釣らせてくんねえよ、もう。ドラマは起こるんでしょうか。やっぱ土壌だよね。土壌の死骸。土壌からで行く？思いっきし。土壌からで行くか。ラパラ土壌からで。やっぱさ、ああやって結構土壌の死骸って目にするけど、流れてくるんでしょうねあれ。そしたらもうルアーアクション別にしなくても良さそう。行くぞ。土壌、土壌の力を見せてくれ。で、糸つけて流していく。自動でオートドリフトで。よし、来たぞ。来た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 。そんなでかくないけど30センチぐらいはあるんじゃないの。よし、いやー、ありがとうございました。いいサイズ。ちょっと頑張ってここ登っていきたいと思います。これちょっと危ねえよ。危ない危ない危ない。30代はね無理しちゃいけないです。前まで動けたから過信しちゃうからね。結構もうおっさんなんだって思いながら釣りしてます。
まあまあのサイズ。オーケー。よし。ちょっと。ああさ。いいサイズ。太いよ。ちょっと待って。お、いいね。おちち。あさ。いいにぎさん。40ぐらいある。うん。パワーなかなかあった。綺麗です。おい。太い。太い。バイバイ。まだ入ってそうだよね、あの。おっと。いた、もう一匹。おぉ、やべえ。あ、バラしちゃった。もったいな、今も40クラスだったな。もったいないっす。いるわ、ここ。魚が結構入ってる。はい、やぶこぎ完了しました。めっちゃ疲れました。ショートカットして帰ります。今回の釣りを振り返ってみると、一級ポイント的な場所ではちょっと魚出せなくて、いるとは思うんですけど自分の力では出せませんでした。でその代わりあんまり人がやりたがらないようなところですね、入りにくかったり、行くのちょっと危なかったりするようなところでは魚いました。でこれから4キロ歩いて帰ります。ありがとうございました。